のここがすごい。今日はですね、私の現役時代の5年間の功績っていうんですか、をちょっとこんな私はこんな人だよっていうのを知ってもらうためにもね、発表していこうかなって思います。まずですね、私は、現役時代は5年間丸5年間やったんですけれど、そのうち VTR を撮ってたのはですね4年8ヶ月ぐらい10ヶ月ぐらい、まあそれぐらいなんですよ本当に。だから結構その丸5年、まあ、ちょうど5年ぐらいですかね、丸5年のうちに1000本の作品、1000本以上ですねの作品に出させていただきました。これはですね、一番作品出演本数が多いと言われているのがの風間由美様なんでございますが、風間由美様はですねもう十何年選手なんですけれど、皆さんそんな感じで2000本とか出てる方々は、結構10年選手でやっている方々が多くてですね、私はその半分の年で、1000本まで行くという功績を残しました。自分で言う残させていただきました。これはですね、撮影日数で言うと最高が V の撮影ね、最高が連続25日撮影というのがありましてですね、1日もう間に休みがなく V だけの撮影、 V 以外の撮影も結構あるんですけど、グラビアだったりとか、じゃあ最後の方マスカッツとかも入ってたので、ね、とか番組の収録とかもあるんですけど、 V の撮影だけで言うと連続25日間働かせていただいたということがあります。続いてですね、 NG がないということですね。これは結構本当に NG がなかったのが、結構いろんな人が見てくれるチャンスが広がったから、いろんな人に見てもらえたのかなって思います。 NG とはですね、大体これはできないよっていうNG 項目を出すんですけれど、まあ、3大 NG というのがありましたね。YouTube なのでちょっと今言えるかあれ微妙なので、ちょっとまあ言えれないならここにちょっと出しておきます。3大 NG ってちょっと調べていただいたら分かると思うんですけれど、3大 NG も私は、全然 OK でやってました。大体みんなね、結構ハードめなことは NG にする人が多いんですけど、極力 NG せず何でも受け入れるスタンスで、幅広いですか、性癖の方々へ向けて作品を撮っていました。そしてですね、私は BMM アダルトアワード2014年最優秀女優賞プラチナ賞をいただきました。これはですね、プラチナ賞っていうのはプラチナゴールドがあるんですけど、プラチナ賞がまあ一応最優秀賞てっぺんと言われているんですけど、この年にですね DMM アダルトアワードという賞レースですね、今まではスカパーの方しかなかったんですけど、 DMM さんでこの年からそういう賞レースが始まったんです。それが第1回目の、アダルトアワードで私1番を取らせていただきました。これはファン投票なんですけど、ファンの皆さんが一生懸命投票してくれて取れた1番だったんですけど、本当に感動しました。本当に名だたる女優さんが最初の、まあ、第1回目だったので、名だたる女優さんが出ていた賞レースだったんですけど、そこで受賞を取らせていただき、私はもうこれで悔いなく引退できるなと思って、もう引退しようかなってそこで考えました。そして引退に至るわけなんですけれど、引退してからですね、私すぐ2015年、6年、すぐ引退してすぐ SNS を消してしまったんですよ全部。それをねまた、4年後ですね、去年の6月ですかね、はい、復帰して SNS を全部最初から一から作り直して、今その現役の時よりTwitter とかインスタとかはフォロワー数が現役の時より今の方が多くなったので、なんかなんだろうな、 YouTube を始めてからこう今まで知られてなかった世代の人とか、知られてなかった層の人とかに知られ始めて、そうやって SNS も伸びてきたのかなって思います。どうですか、私のこと少しは分かりました？
なんかこれ今ちょっとギュッと私の経歴をギュッとまとめてみたんですけど、こんな感じで頑張ってればいいことがあるよっていうお話なんですけど、皆さんも目標に向かって頑張ってください。はい、ということでですね、私は自己プロデュースを結構して5年間頑張ってきた人なので、そんな私にプロデュースを、多分プロデュースする、あの人をねプロデュースする能力結構あると思うんですよ。こう分かんないけど自分の中ではね。だからそんな私にプロデュースしてほしい女の子はぜひぜひ応募してほしいと思います。こちらの i プロジェクト引き続き、あと少しなのでね、応募期間、応募してくれてる女の子たちの人数もどんどん増えてきているので、ぜひぜひ応募してみてほしいです。主任、私もこれからもっともっとまだまだ有名になりたいので、まだまだ負けないように有名になるし、その何だろうな、プロデュースする女の子を有名にするためにはもっと自分も頑張らなきゃと思うので、一緒に頑張っていける女の子を見つけたいと思ってますので、皆さん応募の方よろしくお願いします。それではバイバーイ。